ジェームズ・ジョゼフ・マッコーンはアメリカ合衆国の政治家、ヒューストン市長を務めた。1928年3月15日にオクラホマ州タルサに誕生した。1939年にヒューストンに引っ越し、1947年にマージョリー・ガウジンハイムと結婚した。ノートルダム大学に入学し、ヒューストンに戻って建築資材販売や住宅建設業に従事した。 1969年に空席となっていた、クレーターヒューストン住宅建設業者協会会長となって知名度を高め、1971年にルイウェルチ市長からヒューストン市議会議員に任命された。1973年に再選されて1975年に落選した。1977年に市長に立候補した。1回目は保守派元地方検事。 フランク・ブリス校に大差で敗北するも2回投票制により社会的少数者や1回目で敗北した他の候補者たちからの票を集めて市長となった。1979年にルイス・マーシーに勝利して再選されるも1981年にはキャサリン・ジェイ・ウィットマイアに敗北、落選した。その後はヒューストン・アストロズを所有していた。 ヒューストンスポーツ協会副会長などを務めた。1997年3月14日にヒューストンでがんにより死亡した。ありがとうございます。